はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、僕どうしてもやりたいことがありまして、新しいパック、新しいワールドでペンデュラム召喚っていうね、召喚方法が追加されたんですが、このペンデュラム召喚っていうのはいろんなデッキと相性がいいんですよ。なんでかっていうと、特殊召喚、スケールを張れば特殊召喚ができるんで、相性がいい上級系の上級モンスターを特殊召喚したりとか、特殊召喚した時に効果を発動できるデッキと、まあ、基本的には相性が良くて、で、まあ、何と組み合わせたらいろいろ面白いことができるかなって考えた時に、どうしてもやりたかったんですよね。主人公×主人公デッキ、ブラックマジシャンをペンデュラム召喚していくっていう、そういうデッキを組みたくて今回作ってきました。ペンデュラムブラマジデッキです。正直強くはないが楽しい。やっぱでも言うてね、上振れればもちろん強いよ。魔導陣とナビゲートとブラックマジシャンが揃えば普通に陣ナビできるからめっちゃ強いっていうのと、あと結構高校からでもね、ペンデュラムスケールセッティングしてペンデュラム召喚ブラマジできるんで、手札が決まればね強いんですけど、やっぱちょっとサーチがないんですよね今、ペンデュラムカードに。で、今日はどういう風にまた下がっていくかっていうと、なんかちょっとバラバラに入ってるのなんでかっていうと、サーチをねなるべく入れたいんですよ。で、めちゃくちゃ優秀なモンスターを一応発見しました。今のところペンデュラムスケールをセッティング、ペンデュラムスケールをサーチできる、ペンデュラムモンスターをサーチできるカードってかなり少ないんですけども、この Y 星流プラネタっていうモンスターですね。これ召喚に成功したのエンドフェーズにデッキから光属性、闇属性モンスターのレベル7を加えるよっていう、まあそういう効果なんですけども、これもちろんブラックマジシャンを手札に加えるっていうこともできるんですが、ペンデュラムスケールのねモンスターもサーチできる。例えば、まあもちろん普通に闇属性なんでペンデュラム OP もねサーチできます。これスケール4で、スケール2だったらこれ、砲丸の魔術師っていう、こいつもサーチできます。で、これレインボーズ、これね、スケール8なんですよ。これもサーチできますと、レベル7なんで。で、こっちスケール8流血の魔術師もサーチできますよみたいな感じで、結構こいつがねすごいね、サーチ範囲広いんですよね。なんでこれをガン詰めしまして、でもちろんオッピーで破壊した時にサーチする効果もあるんで、攻撃力が1500以下のペンデュラムモンスターを、だからこれでこういうね流血とか、あとこのレインボーズとかを持ってこれるみたいな、そんな感じですね。で、難しいのはね、やっぱりねペンデュラムデッキなんで、その3枚使って1枚出すんで、ペンデュラムスケールセッティングでモンスター出すんで、アドバンテージが稼げないです、あんまり。だから一応エンドフェーズだし遅いですけど、 Y セールプラネターの1アドはかなり優秀だと思ってる。高校取るときつい。先行で一応 Y セールプラネターを持ってこれればワンチャンあるかなっていう、まあそんな感じのねデッキになってます。で、こいつ結構出るんで、元素の黒魔導士結構出るんで、こいつで、相手のモンスターぶん殴っていって除外してみたいなこともしていくと、意外とワンキルも取れるみたいなね、まあそんな感じのデッキになっております。早速ですね、ユウギさんとユウヤくんのね魂の集結デッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、リーブ21さん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエルは人を楽しませ、みんなを笑顔にするものだ。デュエル、お楽しみはこれからだ。割と弱いですね魔導陣がね結局引けないとね、ブラックマジシャン出したところで感はあるんだよね。ブラックマジシャン2500しかねえし、今こそ出よう。今ここでサイバードラゴン、なるほど、サイバードラゴン、これあれですか、噂の終わらない罠地獄サイバーってやつですか。これもしそうだったとしても、お前さそれさ、結局終わらない罠地獄がなくされるんだからさ、終わらない罠地獄がなくされるんだから、サイバーリー奥義おとなしく使えよ。なんかサイバーリー奥義なくされるからと思って違うデッキ使おうと思って、それさらにナークされるスキル使ってる意味不明な時使ってんじゃねえぞ。サイバーロードフィールド、一番嫌いなタイプ、僕どういうタイプかっていうと、なんか善人ずらしてるやつ、善人ずらしてるやつが嫌いなんですけど、これね善人ずらしてるだけです。これサイバーリー奥義だって、サイバーリー奥義が規制されるからって、一応これナビゲートですけど、サイバーリー奥義なくされるからって言って新しいデッキじゃあ作らないかなと思って、このデッキ使ってると思うんですけど、ちなみに連動トラップだったらごめんね、連動トラップだったらごめんなんだけど、そもそもサイバーロードフュージョンもそもそもリミット2になるけどな、それ発動。はい、でキメラテックオーバードラゴンで、キメラテックオーバーじゃん、キメラテックランページで 2連打を追加してくるが、特にそれは何もしないと。はい、なるほど。
ケール弱すぎるね。スケール弱すぎないか、スケール弱すぎないか、あまりにもスケール弱すぎる問題発生してくる。これ一応魔法トラップ割りに行った方がいいかな。いやでもスケール88は弱いんだよな。スケール88になるとね、この時叩き割る効果持ってないんで、ちょっと必要なのは7回しかないか。ぶん殴ろう、バトルだ、はい、ぶん殴っていく、いけ、ブラックマジシャン、ブラックマジック、お前は罠に、サイバーネティックオーバーフロー、まあ、それは普通に普通にナビゲート全然無理。ちなみにここでリミット2のカードもうこれ2枚見えてますからね。これでリミット2のカード2枚見えてて、これサイバーネティック、サンダーブレイカー、別にいいや、サンダーブレイカーって別に、これでもし万が一次のサイバーロードが入ってたらマジで目も当てらんないですよ本当に。もし、しかもそしてこの次のスキル発動をもしされたとして、それが終わらない罠時刻だった場合マジでぶっちぎれっからな俺。そういう善人面してるやつが一番嫌いんだよ。サイバー利用儀規制される、じゃあ終わらない罠時刻使おうっつって、終わらない罠時刻そもそも規制されるんじゃないかっていう。でそもそもサイバー利用儀、サイバー利用儀っていうかサイバー利用自体がサイバーロードフュージョンとフローがリミット2だから、なるほど、まあ、今のところ弱いね、今のところは弱い。でとりあえず Y 星流プラネターを召喚していくか、まあ、言うてね、なんかオバローとか入ってないと多分融合できないと思うんですよね。 Y 星流プラネター召喚、そして Y 星流プラネターを召喚してエンドフェーズサーチ入れよう。魔法まだ勝てないんだよなこれ、まだ勝てない。でスケールちょっと8かぶっての弱いな、バランスよく入れてるんですけどね一応スケールは。モンスターで攻撃、 Y 星流、うわーなんだ、因果切断から波紋のバリアとか入ってたら嫌なんだよね。ハモンドバリア入ってる可能性あるから一応これエンドか、多分テクダコスターとは思うんですけど、万が一ですね、万が一ハモンドバリアが入ってるパターンもあると思うんで、ターンエンドだ、このリッシュドランクマらしい、これからだ、絶末ランクマってね本当怖いで結構多いんでね。あーなんか光ってる気がすんな、テクダコスト系だったのかな、やっぱりそんな感じすんな。オーバーロード、あさあオーバーロードフュージョン、やばいモンスター来るか、サイバーエンドぐらいしかないだろ多分、サイバーエンドかキメラテックオーバーか、1234、ああキメラテックオーバー、キメラテックオーバーでもまあ言うてそれ自分のカードももちろん変えるし大丈夫でしょ。インガセスなんか、ああ殴った時だったね、まあいいや。これこれこれやっぱそうじゃん、やっぱり終わらないマジョークじゃんこれ。これ本当に今回収されるカードクソやったけど、これマジでさありえないだろこれ。なんかサイバー流王儀なくされるからと思ってさ、なんかトヤ顔してっけどさ、オーラのマジックを使ってそのスキルも修正されるんだよな。これでリミット2のカードも入ってたらぶち切れるぞ俺。てかねこれね、ユーザーが悪いわけじゃないんですけどね、これね、あのね、リミット発表してからもランク戦を放置してる運営が悪いし、シンプルにあの7か全部出すこれ、それは運営が悪いし、あのなんだなんか作ってくれ、リミットレギュレーション後のランク戦とリミットレギュレーション前のランク戦を、マジで虚無だから本当に。この時間何の将来性もないあのデッキと対決しないといけない2週間なんですよ。だって2週間後いなくなるんだもんこいつら全員、逮捕されるんですよマジで、執行猶予じゃないんですよ、逮捕されるの確定してるんですよ、絶対おかしい。とりあえずこれもう分からせるわ、さよなら。マジでこういうタイプとは俺絶対に友達になんない。ちなみに使ってる人は悪くないと思う、使ってる人は悪くないけど俺はこういうタイプが一番嫌いや、うん、全部全てドンサーさんでは悪いんだけどね。さあお相手の方は20代くん、20代なんだ、20代わかんねえな、20代ヒーローかな普通に、俺の全然わからん、なんか好きななんか強いのあったっけ、まあ、とりあえず Y 勢力なんか召喚するか、一応スケールセッティングしてこれでサーチ入るんで結構強いですね。でセットでエンドプラネター効果、プラネター効果でペンテのスケール2持ってきて、でとりあえずペンテのドラゴン破壊されて8持ってくる、これで28揃うんで、まあ、こういう動きが基本的に、あちなみにこれでペンテの召喚して7出せば一応あれですから、幻想を出せますから、このねサーチをねうまいこと使っていくしかないと思うんですよね今。直接サーチないくてエンドフェーズサーチしかないんで、まあ、この効果をうまいこと使っていくのが一番そのなんだこのブラマジペンデラム
の、まあ、肝かなとは俺は思っている。あ、フラッグシップディール、やべえ、UA だ。傷だらけのヒーロー UA か。なるほど。現れろ。フラッグシップディールで起動できるの。1200、やばい。ファンタジスタ強い。ファンタジスタ強い。中村俊輔来た。ウルトラアスリート中村俊輔来た。ウルトラアスリート中村俊輔は強いんだよこいつ。これファンタジスタすぎて、なんか相手ターンにも変身してくるからマジファンタジスタって感じ。日韓ワールドカップみたいな。わーわーわー、 Everything Everything Your Page Are In Solo 飛び跳ねろーっつってね。 KJ ですね。KJ っていう最強アーティストが作ったファンタジスタっていう皆さん曲ご存知ですか。ドラゴンアッシュさんの表示で召喚。ファンタジスタこれ強えな。やばい、ちょ死ぬかもしれねえ。やべえ、死ぬかもしんねえ。まずいかもしんねえ。なんかあいつやばい。ドレッドロードダンカー、あそっちか。まあ、そっちはいいわ。マイティはいい。ちょドレッドノートダンカーっていうウルトラアスレート桜木花道だけマジでやめて。ウルトラアスレート桜木花道は本当にやばい。モンスターを特殊マイティアストラック、マイリー、マイリー、おう、マイリーはまあいいよ。マイリーで殴ってくるのか。あ、じゃあいいわ。そっちはいいわ。ドレッドロードダンカーとかやばっと普通に。はい、ドレッドロードダンカーとかいうカード、あれダメージステップに破壊してくるのマジ迷惑なんだよなカード。はい、でぶん殴ってくる。で1300ダメージ食らう。やるな。でエンドフェイズマジシャンズナビゲートの効果を発動。ちなみにあのウルトラアスリート、大谷翔平は、ウルトラアスリート大谷翔平さんは相手ターンの魔法トラップカードの効果しか止められないんで、俺のターン自分のターンに出しておけばいいっていう話ですね。でペンデラムスケールセッティングしますか。とりあえず脳死ペンデラムスケールセッティング。ペンデラムスケールをセッティング。さあペンデラムスケールをセッティングしていく。さあこれで破壊してくるか。まあ、ちなみにこれ魔法カードの発動なんで、一応多分これパーフェクトエースの効果で無効にできると思います。はい、さあパーフェクティングエースの効果で無効にしてくると読んでいるが、これで一応無効にしてこなかったら結構うざいね。無効にしてこないとやばいっす。逆にこの時を待っていた。ああモンスター効果発動、それを無効にしてくる。ああなるほどね。オッケーまあ取っといてよかったですね。これ一応今発動する順番で結構やばかったんですけど、まあ、とりあえずオッピーが発動できたんで大丈夫。魔法トラップカードは一回無効にできるんで、あのカードは何でも一応無効にはできます。で、流血の魔術師をペンデラムスケールにセッティング。そしてこれでレベル5から7のモンスターが同時に召喚可能。ペンデラム召喚、モンスターをペンデラム召喚。惜しくも美しく輝く二人のマナコ、おっとワイズペンデラムドラゴン。ペンデュラムドラゴン、かっこいいのみ、いくよ。あ、美しいで、ブラックマジシャンが残るようにエクシーズしましょう。レベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。あれ2800打点あるんだよな。ちょっと2800打点あるの迷惑じゃない。2800打点あるの迷惑じゃない、まあ、パーフェクトエースどうでもいいから、これ一回マジでこれマイティストラッカー処理しかないんだよな。で幻想のクロマ同士の効果を発動してオーバーラインを一つ使ってデッキからレベル7モンスター、レベル7っていうか、まあ、インガ切断はね逆にありがて。いや嬉しい、それはめちゃくちゃありがたい。ナビゲートとか手が出せてくれたんで、一応これで相手デッキトップ勝負になりますね。傷だらけのヒーローなのか。でも傷だらけのヒーローってのは1200食らってっから、なんか1200以下のモンスターが出せるのか。オッケー。で幻想のなんか傷の力だったわ。あれだったわ、違うわ。あいつのスキル違うわ。傷だらけヒーローじゃない、傷だったわ。でぶん殴っていくしかないか。エクシーズしても勝てないもんな、これ2800。ちょっとさ、ランク7で2800、ビッグアイがいたら、ビッグアイがいたら勝てましたね。ビッグアイが、あ、勝てねえわ。ビッグアイいても勝てねえわ。攻撃できねえわ。これ殴るしかないか、そのまま殴ろう。ユーギさん、力借りますよ。これ、盤面完全にユーギなの、笑うな。なんか、右と左に余計なカード発動されてるけど、盤面完全に闇ユーギなの、笑う。いや、まあ、こっちじゃない？さすがに。こっちだね。で
エンドだね。これで殴れないもんな今、ま、UA ウル、U、アスリート UA スタジアムっていう説もあったか。これウルトラスアスリートスタジアムがあるからオッピー効果、オッピー効果で破壊してスケール1を持ってくるかな。はい、これさ、ウルトラアスリートスタジアム除外して、した、まあ、しても、でもウルトラアスリートスタジアム除外が一番丸かったかも、意外と。2ターンかけて相手の場面勝利する選択肢だったかもしれねえ。逆だったかもしれねえ。お、でも大丈夫だった、セットだから。今、モンスターだったら普通にやばかったね。あの、ファンタジスタだったらかなりやばかったですね。言うて、今のはウルトラアスリートスタジアムを勝利のが正解だったかもしれない。はいはい。でですね、一旦特殊しますか。どうせランク7は出せるってか、ばっかがうざいのでとりあえず除去しに行きますか。こいつってさ、トークン2体をリリースじゃないよね。自分リリースできるよな、ドラゴンサッカーは。確かドラゴサックは自分2体リリースできるはずだ。俺は2体のモンスターでオーバーレントワーク構築、エクシーズ召喚、現住機ドラゴサック、そして、ドラゴサックのモンスター効果を発動していくぜ。これ最悪両方ともシュラルタ効果するとかね、シュラルタとしてももう1回幻想せるんで強いでしょこれで狡猾だとしても、あ、狡猾はまあ打てないか、いいな、あるから。はい、 UA ペナルティ OK、 UA ペナルティ OK、そしてペンデュラムスケールにセッティングして、そしてこれで2体のモンスターを同時に召喚可能、ペンデュラム召喚、モンスターをペンデュラム召喚、揺れろ魂のペンデュラム、天空に描け光のアーク、ペンデュラム召喚、現れろオットワイズペンデュラムドラゴン、現れろオットワイズペンデュラムドラゴン、そして2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、まあレッドアイズフレアメタルでいいですかね、フレアメタルにしましょう。フレアメタルドラゴンをエクシーズ召喚、さあお前はカードの効果を発動するためにバンダメージを受けてもらう。そしてレッドアイズフレアメタルドラゴンの効果発動しない、間違えた、ゲースのクロマノシの効果発動レッドアイズしか蘇生できないんだな、惜しいよな。クリアって、でレベル4モンスター、レベル4の魔法使いモンスターを特殊召喚する、バトルフェーズに移行するぜ。さあ早くペナルティを使え、ペナルティを使え、バトルフェーズだ、いけ幽脈の魔術師でアタック、幽脈の魔術師でアタック、宣言時幻想の黒魔導士の効果、相手のカードを1枚ゲームから除外していく、ブラックマジックモドキダイレクトアタック、お楽しみはこれからだ残念でしたね。レディース&ジェントルメン、ジェントルメン、さあさあ皆様にお目にかけますのは、主人公×主人公の圧倒的ロマンデッキショ ー、 のがエンターテイナー、あ、強そう、新しい、ナビゲート来て、ナビゲート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 、よしよし最強だ、いけるぞ、でこれこうして、でスケールあるけど別に出す必要ないから、とりあえず Y 整理プラネタ召喚する、でカードをセットする、でカードをセットする、でこれでターンを終了していく、そして Y 整理プラネタのモンスター効果、レベル7の闇属性また光属性モンスターを手札に加えて、さらにオットワイズペンダムドラゴンの効果発動、このカードを破壊することによって、さらに攻撃力が1500以下のペンデラモンスター1体を手札に加えていく、これによってスケールが整った、よしお手並み拝見、俺様の完璧なデュエル、よし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 、いいぞ、非常に素晴らしい、今非常に素晴らしい、最強ムーブと言っていい、実質先行の、実質先行最強ムーブと言っていい、さあ来い猿渡り、さあ猿渡りくん、一体全体どうなっちゃうんだい、まあ多分陽線樹だと思うんですけども、おそらくね、ペンデュラムスケールをセッティング、やばい、ウレイ真鍮まずいな、これペンデュラムスケール除外してあげたらもう出せないんじゃね、これペンデュラムスケールセッティング、うわーでもむずテクだ、いやここここうわー強いな、どうしよっかな、いやーでもここ除外して
これどう思うみんな、これ出てきてからの方がいいから。いや出せないにかける、出せないにかけるわ、俺モンスター出せないにかけるわ、これペンデュラムスケール除外したら。そんな都合よく引いてないでしょ、そんな都合よく引いてない、多分トラップカードがあると思うんだよね、何枚か魔法トラップ、まあ多分おそらくいたしかずが引いてるから。これで一つ目のムラジを除外するで、これで、止まっていただきたい。うわあ！ちょ、ほんとやめて、マジで。ちょ、1体まであったらいいよ、1体まではいい、1体まではいい、2体だー、やばい、ムラジと何、うわー最悪だー、強すぎる。ちょ、強すぎる、スーパーウルトラハイパーギガリンクス触りムーブやめろ、ちょ、やめろやめろやめろ、ガン決まりすぎだろ、お前どんだけペンデュラムモンスター入ってんだよ、ふざけんな、やばい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 、うわうわぁ嘘だろ嘘だろ、これ最後は早まったな、早漏でした、すいません、私ソウルを進みました、出会って5秒で射程。